平野翔の動物愛が止まらない。猫、犬、ライオン、様々な動物との絆に感動。驚きのエピソードも、平野翔、実は動物保護活動家だった。その熱い思いに涙が止まらない、感動のストーリー。平野翔は、現在の日本のエンターテインメント業界において、その独特の存在感と才能で多くのファンを魅了し続けている。彼の多彩な一面は、俳優、 歌手、そしてダンサーとしてのパフォーマンスだけでなく、動物に対する深い愛情にも現れている。動物との触れ合いを通じて見せる優しさと無垢な姿は、多くの人々に癒しを与える。特に、彼が動物と接する瞬間は、スクリーンや舞台での力強い演技とは異なり、彼の柔らかく、心温まる一面が垣間見える瞬間でもある。平野翔は、その天然な性格でも知られており、 テレビ番組やインタビューでしばしば無邪気で素直な発言をすることがあり、それが彼の人気をさらに高めている。特に、動物と一緒にいるときの彼の振る舞いは、その素直さがより際立つ瞬間である。猫や犬などの小動物から、大型動物まで、どのような動物ともすぐに打ち解け、愛情深く接する姿は、まるで子供が動物園で楽しんでいるかのようなピュアさを感じさせる。 このような自然体の平野翔を見ていると、彼が動物と心を通わせているのがわかる。特にファンの間では、彼が小さなライオンの子と遊ぶシーンが大きな話題となった。その時の彼の表情は、まるで幼い頃の無邪気さを取り戻したかのように輝いており、ライオンの子に優しく触れる手つきからも、動物に対する敬意と愛情が感じられた。このようなシーンは、彼のファンだけでなく、 動物愛好家たちにも強い印象を与え、ネット上で何度も共有された。その結果、彼が動物好きなアイドルとしてのイメージをさらに確立することになった。また、彼の動物愛は、ただの一時的なものではなく、長年にわたって続いているものである。幼い頃から動物に囲まれて育った彼は、常に動物と一緒にいることを楽しんでいたという。インタビューで彼は、動物といると、 心が落ち着くし、ストレスがなくなると語っており、忙しい芸能活動の合間に動物と触れ合うことで、自分自身をリフレッシュさせていることがうかがえる。このような自然との関わりが、彼のナチュラルで飾らない人柄を形作っているとも言えるだろう。彼が出演するバラエティー番組でも、動物との共演シーンはしばしば見られる。そのたびに彼の優しさや無邪気さが前面に出て、多くの視聴者から、かわいい癒される。 いいった反応が寄せられている動物を前にすると彼の緊張が解け自然体でのびのびとした姿が見られるのは彼のファンにとってはたまらない瞬間だろう。動物との触れ合いが彼の元の部分を引き出していることは明らかであり視聴者もまたその素直さに共感し彼の人柄に魅了されるのである。一方で平野翔のこのような動物に対する愛情は 単なる個人的な趣味や癒しの手段にとどまらず、彼のキャリアにも大きな影響を与えている。例えば、彼が出演したいくつかの CM では、動物との共演シーンが特徴的に描かれており、その度に彼の温かい人柄と動物への愛情が視聴者に伝わってくる。これらの CM は、彼の親しみやすさや優しさを強調する内容となっており、動物との自然なやりとりが、彼の魅力をさらに引き立てている。さらに、 動物と接する際の彼の真摯な態度は、エンターテインメント業界でも評価されており、彼が出演するテレビ番組や映画のプロモーションでも、しばしば、動物好きの平野翔として紹介されることが多い。彼のこの特性が、彼のイメージアップにつながり、より幅広い層のファンを獲得する要因ともなっている。動物との共演シーンは、単に可愛らしいだけでなく、 彼の内面的な美しさや優しさを視覚的に伝える手段として非常に効果的であり、これが彼のキャリア全体においても重要な役割を果たしているのだ。彼の動物愛はまた、環境保護や動物保護といった社会的な問題にも関心を持つきっかけとなっているようだ。近年では、絶滅危惧種の保護や、動物虐待に対する意識向上を目的とした活動にも参加しており、その姿勢からも、彼の真摯さが伝わってくる。 彼自身も動物と共存できる未来を作ることが大切だと語っており、その言葉には彼の強い信念と愛情が込められている。平野翔が動物と過ごす姿を見るたびに、多くの人が彼の持つ内面の豊かさと、無条件の愛情を感じ取ることができる。彼のように、動物に対して深い理解と優しさを持ち続けることは、単なるアイドルとしての魅力を超えて、 社会全体にととってても重要なメッセージを発信していると言えるえだろう彼がこれからも動物と人間との絆を深めていく姿を見守り続けたいと願うファンは少なくない。彼の存在そのものが多くの人にとっての癒しであり励ましとなっているのだ。平野翔の動物への深い愛情は彼のキャリアだけでなく彼の人間関係やファンとのつながりにも影響を与えていると言える。 動物と接する際に見せる彼の純粋さや温かさは、そのまま彼の人柄を象徴しており、多くのファンが彼に惹かれる理由の一つとなっている。彼のファンは、彼が動物に見せる優しさや愛情に、自分たちも同様に大切にされていると感じることが多い。ファンとの絆は非常に強く、彼の誕生日や特別なイベントの際には、多くのファンが彼への愛を表現するために集まり、感謝の気持ちを伝える場面がよく見られる。 動物との共演や触れ合いの場面がしばしば取り上げられる一方で、彼の動物に対する愛情は決して表面的なものではない。彼が動物と接するたびに見せる細やかな気配りや、動物の気持ちに寄り添う姿勢は、彼が単なる、動物好きを超えた存在であることを示している。彼の言葉や行動からは、動物との共生について深く考え、行動していることが伝わってくる。これは、 彼のキャラクターがどれほど真摯で、責任感が強いかを示すものであり、そのような側面も彼の魅力の一部となっている。また、彼の動物愛は、自然環境への関心とも結びついている。インタビューで彼は、動物たちが自然の中で生きることの重要性や、環境保護の必要性についても触れている。忙しい芸能活動の合間を縫って自然の中でリフレッシュすることが、 彼にとっては心身の健康を保つ手段となっているようだ。彼が自然の中で過ごす時間や、動物との触れ合いから得るエネルギーは、彼のパフォーマンスにもポジティブな影響を与えており、それが彼の自然体の魅力につながっている。さらに、彼のこのような活動は、若い世代に対しても影響力を持っている。動物や環境に対する意識を高めるための活動に参加することで、彼のファンだけでなく、 より広いい層に対ししててもメッセージを発信している彼の影響力は非常に大きく、特に若年層のファンにとって、彼が示す価値観や行動は模範となっている。動物を大切にし、自然と共存することの大切さを訴える彼の姿勢は、エンターテインメント業界においても一つの新しい潮流を作り出していると言えるだろう。彼が出演するテレビ番組や映画、CM などで動物と共演するたびに、 その映像は多くの人々の心に残り続ける。平野翔が動物と過ごすシーンは、彼の真摯な一面を垣間見ることができる貴重な瞬間であり、視聴者にとっても特別なものだ。ファンは、彼のこの優しさと純粋さを、癒しとして受け取っており、それが彼の魅力をより強固なものにしている。彼の動物との触れ合いは、単なるエンターテインメントの一環ではなく、 彼自身の心の奥深くに根ざした愛情の表現であり、その純粋さが多くの人の心を打つ理由だといえる。今後、平野翔がどのような形で動物との関わりを深めていくのか、そして彼がどのようにしてその影響力を生かし、動物保護や環境問題に取り組んでいくのかが注目される。彼がこれまでに見せてきた真摯な姿勢や、動物に対する変わらぬ愛情は、彼の成長とともにさらに深まっていくに違いない。 彼の未来には、さらなる可能性が広がっており、彼がどのような形でその影響力を行使していくのか、ファンのみならず多くの人々が期待している。平野翔が動物を愛する姿勢は、彼のキャリアの一部としてだけでなく、彼のライフスタイルそのものに深く根付いている。このような彼の姿勢は、現代の社会において非常に重要なメッセージを発信しており、 私たちがどのようにして動物や自然と共存していくべきかを考えさせてくれる彼の存在は多くの人にとっての希望であり癒しでありその影響力はこれからも広がり続けるだろう